どうしたペンです。今回は、ついに明日、X フラッグパーク2020開催というわけで、おめでとうございますかわかんないですけど、7周年もありますからね。なので今回は、いつもの明日のモンストニュース特別編というわけで、フラッパモンストニュース要素をまとめ動画でございます。もう散々あげたんですけどね、それぞれのやつは。ただこの動画では、全部投資で話してという感じの動画にしていこうと思います。で、詳しい動画については概要欄に貼っておくんで、気になる方いましたらご覧ください。で、いつも言ってますけど、この動画では去年の今頃のモンストニュースを振り返りながら明日のモンストニュースを考えていこうという動画でございます。ただこの動画で言うことはあくまでも傾向からの予想なので絶対に来るという考えを控えていただけると幸いでございます。あるかもしれないよっていう感じなんで、確定情報ってのはないですからね、予想に。で、今回参考にするニュースも、6周年モンストニュースを振り返りながらやっていきます。どうぞ。で、まず発表されたのがバージョン 15.0 アップデート情報。ここから始まりましたね。で、ここでは重心が回の実装とかレベル選挙解放の登場とかで、今の環境、超砲撃型とかありますけれども、それにつながる新しいアップデートが行われましたね。革命と言っていいんではないでしょうか。で、今年はおそらくバージョン 19.0 アップデート情報だと思うんですけれども、比較的この偶数年、6周年なんで、ここでは結構正統派のアップデートが行われてる傾向がありまして、それに沿ってくるかなと思ってますね。今あるものをさらに良くするっていう感じ。多分これも偶然ですけどね。全然なんか、新しいもの来る可能性もありますけども、何が行われるんでしょうか。とりあえずはアップデート予想でも言いましたけども、フレンド関連お待ちしております。次に入ったのが、妖怪ウォッチプニプニコラボ。なんか、ババゾノさんと中継が繋がってどうこうって感じの演出がありましたね。で、コラボ自体はガチャなしの降臨とか、オラコイン形式のクエストって感じで、いわゆる無課金コラボですね。かなり簡単に妖怪ウォッチのキャラクターを手に入れることができたと。で、次のコラボなんですけども、これが結構分かれ道というか、フラパが中心なのか、周年が中心なのかによって、この方向性変わってくるんですよね。両方とも作品としては大型なんですけども、フラパはなんかガチャとか降臨がしっかり揃っている。で、周年に関しては結構無課金コラボも割とあるんで、どっちが中心なのかって話ですけども、今回結構大々的に言ってるのはフラパの方なんで、こっちを中心に予想しましたね。で、最近だと5月エヴァンゲリオン、7月のソードアートオンライン、で、9月の僕のヒーローアカデミアって感じで、復刻は続いてるんですよね。で、そのなんで今回は多分久しぶりの新規コラボで、かつ、フラパ中心で盛り上がる大型作品予想なんですけども、無課金コラボ完成あるって感じで、もう2回言いますわ、これ重要なんで。で、2個予想すると、本格コラボ予想はやっぱり、進撃の巨人、アニメ放送近い演出がしやすい、人気度もかなり飛び抜けてるって感じなんで、進撃。で、無課金コラボだったら、モンハンですかね。モンハンも2段になるんですけども、一応。かなり昔ですし、ほぼもう新規と言っていいほど。で、新作のなんかライズでしたっけ？あれも出るんで、この辺だったら僕はすごく嬉しいですね。次が6周年キャンペーン。まず発言確定ガチャですね、ここで。7月の6周年カウントダウンキャンペーンからずっと毎月行われてましたけども、10月の6周年でも発表されたと。で、なんか超肉祭っていうモンスポットを使用したイベントもありましたね。意外とこれアイテムが美味しいっていう。で、モンストマルチじゃんけんと。これはその5周年のヤババゲームみたいな感じで、賛否両論イベント。毎回当てるのは、この2億円とかをモンストのアップデート使ってほしいって声はありますけども、いろいろとね、裏事情がありますから。で、多分今年もこういう感じのイベントはあるんではないかなと思ってますね。7周年キャンペーンとして。で、やっぱり注目はガチャですね。周年ガチャなんですけども、ここで発表されてまして、無料が引くことできるのにかなり豪華なガチャで、で、しかもなんか毎年ちょっとずつ進化してるんで、これがすごいところですね。本当に進化しなくても別にいい。十分豪華なんで、バックデスカーチャガチャ、人気投票ガチャ来るだけで満足です。で、7周年キャンペーンと。で、7周年なんで、そのラッキーセブンとか、あと今年のこのフラッグ降臨の進化前が完全にギャンブルしてるんですよ。スロットやってるんで、なんか本当にギャンブル系のイベント来るんじゃないかなっていう。なんかカジノとかできて、オーブをかけてどうこうするみたいな、そういうイベントはありそうですね。で、今年の周年キャッチフレーズなんですけども、この指止まりやがれってやつで、どう見てもマルチ推奨と。でもマルチをどっかで共有してくるんではないかなと思いますね。それこそ爆裂感謝マルチガチャはありますから、そこと絡めるんではないかなと思います。で、最後が10月の重心化発表と。上記の8体ですね。ヤマト、ゲイボルグ、孫昇光、イバラギアルファ、ベートベンアルファ、リボンアルファ、ロビンフット、ノストラダムス。で、かなり新しい通常キャラクターにアルファキャラクター、で、結構正統派のロビンフット、で、さらにまた新しいノストラダムスって感じで、この正当性と意外性を兼ね備えた重心化発表でした。で、今年も10月の重心化発表。予想はほんと最近の流れ、フラパ当日というかモンストニュース当日か。そこでアンチテーゼ降臨してアンチテーゼにハマるキャラクターじゃないかとか、あとそのハレルヤの性能。神化がダブアミなんでラミエルじゃないか、上杉謙信じゃないかみたいな感じでもう激化してますけども、さすがに背徳ピストルズ。ここは来ると思いたいですね。ここで背徳来なかったら来年と言ってもね、そんな温めるかと思いますし、ここで来てほしい。もう、あと目玉が誰になるかですよね。回もありますから、一応初の大イベントもう振りでしたけど、そこでの回は、真田幸村とウリエルっていう、強さも人気もあって、大イベントにふさわしいキャラクターとなってましたね。正統派なところ。
で、今のところ限定の重心から予想されているところで、マナゴエモンとかの超獣組は、所持率は高いと思うんですけども、まぁ、ちょっとこの辺マナゴエモン微妙ですし、まぁ、背徳とか新天使の方がありえるんじゃないかと思ってますけども、こっち属性限定なんで絶対持ってる人は少ないんですよ。だからここ目玉で当日実装とかだとちょっと盛り上がりにくいんですよね。使える人が少なくなっちゃうんで、だからそれするんだったら下位で所持率高いところが選ばれるんじゃないかなと思いまして。で、非限定組で一番古いところだとロイゼ、リン2の2人ですね。で、ロイズは結構所持率も高いと思いますし、で、過去の活躍もあって、まあ、かなり下位になったら盛り上がる層ってのがいると思いますね。結構僕の豆好きなんで、あれが4反射、5反射でもいいですよ。で、限定組最高さんはラファエルと、まあ、モンフリーラウリエルが下位になって、それで締められましたけども、モンフリーが。まあ、今回も天使組で大イベント締めるのかって感じですね。あと、ま、ルシファーどうなんすかね。まあ、ほんと一応ナポレオンが下位になったんで、ルシも可能性あるんですけども、まあ、今多分大多数の方が今じゃないって言うと思いますね。早すぎないですか、ここで来たら。あともうちょいこの回がしっかりしたらっていう。そんなもんかな、もうね、わかんない、本当に。わからんことがわかった。無知の知です。この重心化に関しては。もう何でも考えられるんで、もう本当は何も考えずに臨みたいですね、重心化に関しては。ただまあ一応予想すると、まあ背徳で、限定2体来るんだったら、まあ所持率の高めの方で、でまだちょっと火属性被っちゃうんで、ゴエモン。かもしくはメタとの引きで新天使組が入ってきて、回の方に所持率高めのキャラクターが入ってくる。ですかね。いや、でもなんか僕、最終重心化するメタトロンって予想したんですけども、やっぱり考えたら、あんま想像つかないんですよね。だからゴエモンにしよっかなっていう願望も込めたりして、僕もゴエモン好きなんで。背徳ゴエモン。で、通常は変わらず、新しめで強くなりそうな毛利元就、で、フルスリーでモンタナ、で、開枠は、ロイゼ・ラファエル。いや、限定3体やばいな、そうなったら。願望詰め込んどくか。ロイゼ・ラファエル。で、まあ7周年だから7体って予想は結構好きなんで、もう1体入れるなら、属性全部入ってるしな。まあ、でも通常かな。宮本武蔵。あの、モンフリーでの佐々木小次郎重心化 PV で、宮本がいて、なんか可哀想だったんで、まあ、このフラパで伏線回収しないかなっていう。まあ、それ言ったらね、サスケもそうなんですけど、まあ、一旦ここモンタナで、まあ、本当の最終重心化予想です。はい、といった感じで去年の6周年は進行していきました。で、今年なんですけども、まあ、こちらですね。で、開始が、まあ、フラップ2日目の18時10分から。で、このフラパが終了するのが20時なんですよね。だからもしかしたら1時間50分の超長編なモンストニュースになるかもしれないっていう映画っすね。本当に何が入ってるかマジわからない。まあ、といった感じでした。まあ、あんまりね、期待しすぎずとは言わないですけども、でかいイベントなんで、まあ、期待するのはいいと思いますね。まあ、ただそのニュースが終わって、それにそぐわなかった場合でも、まあ、人の目につくところで文句言うのはできるだけやめときましょう。といった感じで、まずは明日、フラパ1日目、まあ、いろいろあるんで楽しんでいきましょう。で、2日目のモンストニュースも楽しもう。はい。まあ、というわけでフラパ周年予想のコーナー、完結見ていただきありがとうございました。7周年も頑張っていきます。よかったらコメント欄か皆さんの予想妄想感想どんどん書いてください。ここに書くんだったら何でもいいんでお待ちしております。あと、ついでチャンネル登録もしていただけるとこんな感じで毎日妄想動画投稿してるんで、よかったら登録していただけるとこれから頑張っていくんで、どうかよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。さよなら6周年。